全国の御朱印人の皆さん、こんにちは。えのきジョージです。前回の動画、小樽総鎮守住吉神社の動画を見てくださった皆さん、ありがとうございました。まっすぐに伸びた参道と、その参道から見える景色はめちゃめちゃ素晴らしかったです。そしてね、花手水が綺麗だったです。そうだ、小樽へ行こう。本当にそういう気分になっちゃうんですよね。社殿の方もね、大きくてとても厳かでした。もちろん御朱印もいただきましたよ。とても素敵な御朱印です。まだ見てないよっていう人はぜひ見てくださいね。ついでにチャンネル登録していただけたら嬉しいです。さて、今回もですね、北海道シリーズ第3弾ということで、小樽の神社です。こちらは潮見ヶ丘神社。とても素敵な神社でした。それではご覧ください。どうぞ。ギリギリバーン。潮見ヶ丘神社。北海道小樽市に鎮座する数社が合祀された経緯があり、稲荷神社の流れを汲んでいる神社。創建は由緒書きによると、天保13年西暦1843年、小樽松泊、現在の若竹町に受け持ちの神が鎮座し、その20年後の文久3年西暦1863年に勝地内、現在の勝内町に受け持ちの神を祀る神社を創立。明治8年頃には松泊付近に鎮座していた八重琴城主の神を合祀。明治43年12月27日にこの2社を合祀し、穂が垂れると書いて穂垂稲荷神社と社名を定められた。その後、大正5年9月19日に崇敬者らのたっての希望により、雨の籠山の神と藤原の三好の神を合祀。同8年、潮見台勧誘地に本殿の造営が許可され、7月4日に遷座。大正13年4月に潮見ヶ丘神社と社名を改め、今日に至る。朱色が鮮やかな美しい社殿ですね。御祭神は受け持ちの神、八重琴城主の神、藤原の三好の神、そして雨の籠山の神。御利益は商売繁盛、海上安全、厄除け、子宝、勝負ごと、酒造繁栄などなど。この神社で行われている松前神楽は、平成30年に国の重要無形民俗文化財に指定され、古き良き日本の伝統文化を未来へとつないでいる。松前神楽とは、およそ500年ほど前、武田氏が蝦夷を平定して従与の豪族を統一し、松前藩の基礎を作ったことに始まり、その戦勝を祈願して主樹の狂言や社人の舞を行ったのが起源であると言われている。古くから松前地方の各神社で行われていた神楽の演目を統一し、藩主自らが祭主となり、領内の神職らを城内本丸の槍の間に集めて修行したのが城内神楽の始まりで、明治維新の廃藩後はこの神楽に参加していた鮭神職らにより受け継がれ、現在では道南尻部市の神社を中心に放送されている。この神社の若竹祭りと称される例大祭では、松前神楽をはじめ露天やカラオケ大会、子供相撲、そして担ぎみこしなど、大変なにぎわいを見せている。
参拝を終えたら社務所にて御朱印を。潮見ヶ丘神社。ここは小樽の港、築港よりほど近く、北条の神を祀る地域の人たちから愛されている神社。ぐるるるバーン。いかがだったでしょうか。潮見ヶ丘神社、とても素敵な神社でしたね。ここはね、のどかな感じというか、なんかね、ここだけ時がゆっくり流れてるような、そんな気分になる神社でした。狛犬さんもなんか新しい感じでね、また少し特徴的な雰囲気でした。やっぱりね、関東の狛犬さんとはちょっとね、違った魅力がありますよね。社殿も美しかったですね。朱色が鮮やかな神明造りの社殿、とてもね、しっかりと整備されていて大切にされているんだなというのがわかります。今年ね、令和4年はこの潮見ヶ丘神社の創建180年という年で、そんなね、節目の時に行くことができて本当に良かったですよ。毎年6月の初旬に行われる例大祭、これはね、若竹祭りって言うんですけど、小樽で一番最初に行われるお祭りということで人気があって、多くの人たちがこのお祭りに訪れるんだそうです。で、このお祭りでやられている松前神楽は国指定の重要無形民俗文化財で、潮見ヶ丘神社ではその古き良き日本の伝統文化を継承すべく、大人はもちろん子供たちにも指導し、未来へとこの繋いでいるんですよね。こういうお神楽とか伝統文化って何百年ってね、古いもので言えば千何百年、さらに何千年も前から儀式として行われていて、それを今に伝えてきているっていうのはすごいことですよね。この松前神楽の伝統は数百年ですけれども、この先何百年何千年と伝えていってもらいたいものですよね。ルルルルバーン。続いて御祭神です。こちらの御祭神は受け持ちの神、古事記には登場せず日本書紀にだけ登場する食物を生み出す女神です。神々の時代に三柱の宇都の御子の一柱である月組の御子が、姉の天照大神の命により足原の中津国にいる受け持ちの神に会いに行くと、ここでとても豪勢な料理をもてなされるんですが、その料理とは、受け持ちの神が陸側の方を向いて口から米を吐き出し、海側を向いて魚を吐き出し、山側を向いては獣を吐き出して料理をしていたんですね。これに驚いた月読みの御子は受け持ちの神の命を奪ってしまいました。その受け持ちの神の遺体の頭から牛馬が、額から泡、眉毛からは蚕、目からは冷え、腹からは稲、陰部からは麦、大豆、小豆が生まれました。このことにより受け持ちの神は北条の神とされ、宇賀の御霊の神や豊受けの狼と並び、稲荷系の神社にお祭りされています。次に八重琴城主の神、明治8年頃に合祀されました。大国主の狼の小神で、180柱の小神の代表的立場の神様です。天照大神の使いで武神武三和の神が国譲りの交渉に来た時も出雲の命運を託されています。そして七福神の恵比寿神と同一であるとされ、一部の地方では恵比寿さんと親しまれています。藤原の三好の神、日本神話には登場しない秋田県の郷土の神様、秋田県にある太平山の山岳信仰が生んだ神とされ、元は太平の城主、人々に尽くしよく面倒を見た君主でしたが、他の豪族たちに妬まれ追い出されてしまい、世を捨て太平山にこもり、修行の果てに心力を身につけた曲がったことが大嫌いで、心優しき力持ちの神様。それから雨の籠山の神、古事記や日本書紀より前に編纂された仙台九字本義によると、天照大神の孫神である右早日の御事の子神であり、夢のお告げにより神武天皇に大刀を献上したとされる高倉寺と同一であると言われている、産業開発出世開運延命長寿の神とされています。潮見ヶ丘神社にはこの夜柱の神々が祀られています。参拝されるならどんな神様が祀られているのか知っておいた方がいいですね。御朱印。はい、こちらが潮見ヶ丘神社でいただいた御朱印帳でございます。
この御朱印帳は北海道新東会青年部制作の北海道限定のものなんですよね。北海道全域の限られた神社に置かれています。とても人気のある御朱印帳なんですよね。今回北海道へ行く前からこの御朱印帳の存在は知っていたので、これをいただくことができたというのはとても嬉しかったんですよね。ちなみにこの日、この御朱印帳は最後の一冊、実はプロデューサーのテルさんの方が先に並んでいたんですが譲ってもらっちゃいました。素敵な御朱印帳ですね。そしてこちらが御朱印、御朱印帳の方に手書きしていただきました。青龍、玄武、朱雀、白虎と獅子の印が四隅にあって、小樽市鎮座と書いてあります。字もいいですね。このね、ポイントポイントで色分けされているこのカラフルさもいいですよね。これはフィルム製のクリア御朱印、とても鮮やかで美しい御朱印ですよね。獅子頭の絵と松前神楽の絵、それと小樽のレンガ倉庫の絵が描かれています。最近増えてきているこのね、クリア御朱印、専用のクリアポケットが欲しいものですね。いやー、この御朱印も素敵です。今回もお気に入りの御朱印帳と御朱印が増えました。ルルルルバーン。小樽といえば海産物が豊富なんですけれども、なんといっても港町ですからね。お昼ご飯はね、やっぱりこのね、新鮮な海の幸をいただこうっていうことになりまして、潮見ヶ丘神社からそれほど遠くないところにあって、小樽築港駅からも10分程度で行ける距離にあります新南樽市場というところへ行ってきたんですが、その中にある小樽佐藤食堂さんというところでご飯をいただきました。もうね、どれを見ても美味しそうでめちゃめちゃ迷いましたが、やっぱりスタンダードな海鮮丼、見てください、身も肉厚でプリプリ、とても新鮮なのが見るだけでわかりますよね。味の方はと言いますと言うまでもないですよね。帰りにね、どこから来たのって聞かれたんで、埼玉から来たんですって言ったら、地図にピンを刺してってって言われたので刺してきました。結構東京、埼玉、千葉あたりからね、来てる人いるんですね。で、この新南樽市場ですが、これがね、結構広くて、いろんなものが売ってるんですけど、特に海産物ですね。一つ一つが新鮮な上に量も多くて、それでいて安いんですよ。港町という感じで、こういう市場に入ると、一日中見て回るだけでも楽しいですよね。小樽へ行ったら、こういうね、市場へも行かなきゃですよね。そして海の幸をいただいてね。ということで、今回は小樽に鎮座する潮見ヶ丘神社のご紹介をさせていただきましたが、ここはね、とても素敵な神社ですし、またね、宮司さんもとても親切で、人の良さが全身からにじみ出てるような方でした。小樽へ行った際にはぜひ行ってみてくださいね。で、北海道シリーズはまだまだ続きます。次回も小樽の神社、この動画の他にもたくさんの神社仏閣のご紹介、それから御朱印のご紹介をさせていただいております。よかったら別の動画も見てくださいね。セカンドチャンネルの方では、えのきが描いた神様の絵で日本神話について語ったりとかもしております。そちらの方も見ていただけたら嬉しいです。それから先日、秋葉 TV のホラーチャンネルというとても人気のあるチャンネルの方にゲスト出演させていただきました。夏といえばホラーですよね。詳しくは動画の説明欄の方にリンクを貼り付けてありますので、そちらをご確認ください。それから LIG ミステリーの方もよろしくお願いします。前回は怪談特集でした。夏って言えば怪談ですよね。それでは次回も元気にお会いいたしましょう。ぐるるるバーン。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いいたします。 Twitter、Instagram もやっています。詳しくは説明欄をご覧ください。コメント、高評価などいただけたら励みになります。セカンドチャンネルも見てくださいね。